本日、いよいよこの後から、9時からですね、リキュデ TV が始まりますね、ということで、まあ、メインの内容は、バージョン 6.1 のアップデート情報ということになるわけですが、もう一つね、注目度の高いコーナーとして、提案広場に生アンサーというのがあります。まあ、提案広場というのはご存知の方も多いとは思いますが、ドラクエ10の公式ホームページである冒険者の広場の中の、まあ、開発運営スタッフさんにゲームへの提案を行える、まあ、そういうコーナーというかね、ページですよね。まあ、ここでは日々様々な提案が行われていまして、まあ、私もね、まあ、ブログをやっていた頃もちょくちょく見ていたわけですが、まあ、特に物質を始めてからは、まあ、世論というか、まあ、いろんな人のね、意見、を参考にしようと思って、まあ、結構よく見るようになったんですね。で、もちろん、全ドラクエ10プレイヤーの総意がそこにあるというわけではなくて、まあ、あくまで、提案広場に書き込みをしていらっしゃる一部の人の意見でありますし、まあ、感想ボタンみたいなのがあって、まあ、そう思う、どちらでも、そう思わないの3つかなから選べるわけですが、まあ、感想の数もね、多くて数百件ぐらいのものなので、まあ、数万、数十万いる、ドラクエ10のプレイヤーの中でも、まあ、提案広場に反映されている意見というのは、まあ、ごく一部。ということは、まあ、念頭に置いておく必要はあると思います。まあ、それでもね、確かにそうだなーとか思う意見も結構あったり、まあ、私では思いつかないような面白い提案もあったりしまして、まあ、なかなかね、参考になるなーと思いながら、いつも見ています。で、まあ、話を戻すと、この後、DQ10 TV で実施される、提案広場に生アンサーというコーナーがあるわけですが、でまあ、その名の通りね、提案広場に寄せられた意見に対して、まあ、DQ10 TV 内で、運営開発のスタッフさんである、まあ、プロデューサーの青山さんとか、ディレクターの安西先生とか、チーフプランナーの小沢さんが答えていくと。いうコーナーですね。で、私も過去何度か、まあ、この物質でもね、まあ、その件に、そこで話されたことについては、お話をしています。で、この、提案広場に生アンサーですね。まあ、提案広場に寄せられた意見、を、まあ、スタッフさんから直接答えてもらえるというのはね、まあ、非常に貴重な機会、なわけですが、まあ、この生アンサーの内容が、まあ、提案広場内に、まあ、反映されないというか、掲示されないですね。でつまり、まあ、提案広場に提案したことに対する返答ですね、答えが DQ10TV を見なければわからないということになっていまして、まあ、提案広場を利用している方々にとっては、まあ、不満が募っていると。いうような状態ですね。まあ、もともと提案広場というのは、まあ、トップ画面にね、スタッフからのお返事というページがありまして、で、提案広場に寄せられた意見に対しては、提案広場内で回答していくというのが、まあ、本来の形式だったわけです。まあ、今でもね、この、スタッフからのお返事ですね、過去の、ものを、まあ、すべて確認することができるんですが、まあ、かつてね、バージョン1の時代は、まあ、提案広場ですね、まあ、当時のディレクター、ね、初代のディレクターである藤沢さんとか、まあ、プロデューサーの、まあ、斉藤陽介さんですね、陽スピを中心に、まあ、かなりの頻度で返事がされていたようなんですね。で、まあ、チーフプランナー時代のリッキーとか、ね、テクニカルディレクター時代の青山さんの返事なんかも見かけられます。まあ、ところが、時間の経過とともに、まあ、特にね、バージョン2以降から、まあ、返事がされる頻度
が減っていって、まあ、最近ではめったに、まあ、返事がされなくなっているという状態になっています。で、まあ、その代わりに B910TV 内で返事をするということに、まあ、切り替わっていったという感じですね。まあ、だったら B910TV で、答えた内容に関しては、まあ、それを改めてね、提案広場にも反映するというか、まあ、掲示をする必要があるはずなんですよね。では、まあ、なぜその、D910TV で返事があったものが、提案広場内で掲示されていないのかということなんですけども、まあ、その理由は、ね、そもそも提案広場への返事自体が少なくなってしまったということと、まあ、おそらく関係があるのかなというふうに思います。まあ、なぜ提案広場への返事自体が少なくなってしまったのかということなんですが、まあ、これはね、おそらくですが、まあ、単純に、まあ、初代のディレクターの藤沢さんっていう方が、まあ、文章で返すのが、まあ、返事をするのが、まあ、上手な方だったというのがあると思います。まあ、初代ディレクターの藤沢さんは、もともとシナリオ畑の方で、まあ、文章を書くのが得意だったので、まあ、そこでね、まあ、提案広場の返事も、そうなんですけれども、まあ、よくね、開発運営代理というのを、まあ、たびたび、更新してね、まあ、冒険者の広場内に、まあ、これからのですね、まあ、情報を、開発運営頼りとして書いて、で、まあ、情報発信をしていたということですね。で、まあ、この開発運営頼りっていうのも、まあ、バージョン2以降ですね、更新回数が、まあ、どん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 減ってしまっていて、まあ、最近では2年半前ですね、2019年8月。まあ、バージョン4の時代です。バージョン5のでスキルシステムを大改修するときに、まあ、補足説明として、まあ、バージョン4、バージョン5発売のちょっと前ですね。に更新されて以降、まあ、更新が途絶えてしまっていると思います。まあ、要するに、まあ、藤沢さんは、冒険者の広場という、まあ、ホームページ上で、まあ、文章を使って情報発信をするのが、まあ、得意な方だったんだけど、まあ、特にリッキーとかね、青山さんとかは、まあ、もともと技術畑の人だったので、まあ、文章を使っての情報発信というのが、まあ、得意ではなかったと。だから、まあ、D910TV 内で、情報発信が中心になっていったんじゃないかな、というふうに、まあ、想像ができます。まあ、あくまで、憶測ではありますけどね。まあ、ですので、提案広場でのお返し、まあ、お返事ですね、が、激減してしまって、まあ、その代わりに、D910TV 内で返事をしていこうと。いうふうになっていったんじゃないかなというふうに思われます。まあ、それはそれで、ね、D910TV で答えた内容を、まあ、改めて文字に起こして、まあ、提案広場に、まあ、掲示してほしいというふうにも思いますよね。まあ、しかし、まあ、D910TV で発言した内容を、まあ、別の人が文章に書き起こしてまあ、掲載するとしても、まあ、青山プロデューサーの、からのお返事ですとか、安西ディレクターからのお返事です。というふうに、掲載する以上は、青山さん、安西先生、本人がチェックしないといけない必要が出てきますし、まあ、そうなるとやっぱり、手間がかかってしまうということなのかもしれませんね。文章による掲載が難しいとなって、まあ、それでも一人でも多くの人に、まあ、情報を受け取ってもらいたいということもあって、まあゲーム内から D910TV が見られるマストルティア放送局という取り組みがなされているような気がします。
まあ、となると、改めてね、天安広場自体の意義といいますか、まあ、この存在意義ですね、を、まあ、考え直す時期に来てるのかなというふうには感じます。まあ、今後、天安広場だけではなく、まあ、天安広場ではなく、DQ10TV での回答がメインになるのであれば、まあ、天安広場という形じゃなくても、まあ、DQ10TV での生アンサーへの提案を募集します、みたいな感じでいいはずなわけですよね。まあ、こういう言い方をすると、まあ、天安広場をなくせと言ってるように思われるかもしれませんが、まあ、私は、個人的にはね、天安広場自体はあってもいいというか、まあ、むしろあった方が、まあ、いろんな方のね、意見が見れて楽しいなぁと思うわけですけど、まあ、現在の天安広場で出た意見に対して DQ10TV 内でのみ回答するというのはちょっとね、まあ、そういうやり方はちょっと、まあ、変な感じがするので、まあ、天安広場というもののあり方を、まあ、考え直す時期なのかなぁと。というふうには思っています。まあ、おそらくね、この、初代ディレクターの藤沢さんが、まあ、やりやすい形ということで、まあ、天安広場というのが機能していたんだと思われますが、まあ、時間の経過であったりとか、まあ、スタッフさんの変化に合わせて、まあ、青山さんとか、安西先生のやりやすい形に、まあ、変えていってもいいのかな、というふうに思います。まあね、この、今までやってたことをやらなくなってしまうと、まあ、藤沢さんはこうしてくれてたのに、とか、洋介はこうしてくれてたのに、みたいなことを、まあ、言われちゃいがちなんですよね。なので、なかなか辛いところではあると思うんですが、まあ、大切なのは、アストルティアがもっと遊びやすくなっていくということですね。ドラクエ10がもっともっと面白くなっていくことだと思いますので、まあ、青山さんなら青山さんなりの、まあ、安西先生なら安西先生なりの、まあ、プレイヤーからの意見の集め方であったりとか、まあ、その回答の仕方ですね。まあ、ゲームへの、まあ、フィードバックの仕方など、まあ、より良い、ね、やりやすい形ですね。より良い形になっていったらいいんじゃないかなと。思います。まあ、この後のね、DQ10TV で、まあ、今話したことがね、まあ、新しい案内とかされて、今話していることが全くの的外れということになるかもしれませんが、まあ、DQ10TV 放送前に、まあ、好き勝手喋ってるだけというところでご容赦いただければと思います。まあ、というところでね、今回はこの辺でありがとうございました。